皆さんこんにちは。視聴者様からコメントで東京都単体の GDP はどれくらいかという質問が来ました。今まで何度か都道府県の GDP に関する動画を上げましたが、そこで使われているデータは2019年のもので最近の円安を反映していません。日本すごいと感動している視聴者さんに水を差してしまいますが、今わかっている範囲と推測も交えて動画にしました。東京都の GDP は2011年から2021年まで確認できましたのでグラフにしました。右肩上がりで増加していますが、世界的感染症により減少したのがわかります。東京の GDP の日本全体に対する割合です。東京のデータはほぼ 20% 強で安定しています。10年間の平均値約 20% かける2023年ドル建て日本 GDP。これを2023年の東京都の GDP 推測値とします。2011年、2019年、2023年の東京都の GDP です。およそ1兆ドルです。11年、19年、23年の為替レートです。為替レートの変動がそのまま GDP の変動に現れているのがわかります。それでは、2023年の東京都の GDP を諸外国と比較します。23年のデータに戻ります。もし為替レートが円高に振れたらどうなるでしょうか。